こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はですね、渡辺謙さんがこう発電ってやってる CM でおなじみの、新型ワゴン R をご紹介したいと思います。新型ワゴン R のデザインなんですけれども、先代のですね、ちょっとこう前のめりになったような挑戦的なスタイルから、ちょっとこうどしっとね、落ち着きがあるものになりました。飽きの来ないですね、スタイル初代に立ち返ったコンセプトを目指したのが、今回の5代目ワゴン R なんですね。新型ワゴン R には軽自動車初という装備がたくさん搭載されています。その一つがエネチャージですね。エネチャージっていうのは何かというのをちょっと簡単にご説明しますね。車というのは電気で動いている部品がたくさんあります。例えばワイパーだったり、ライトだったり、そしてエンジンのスターターだったり、この電気を作るために今まではガソリンを使って発電していたんですね。でもこの電気使うのにガソリン使っちゃうってちょっと燃費的にはもったいないじゃないですか。そこでワゴン R はアクセルをオフしたり、ブレーキかけて減速したりしていた時に捨てていたエネルギーをですね、回生して発電して充電することで使おう、これがエネチャージというシステムなんです。その電気の充電先がこちらなんです。助手席の座面を引き上げるとワゴン R おなじみのバケツが登場しました。このバケツをどけるとですね、じゃーん、この下にリチウムイオンバッテリーが入ってるんです。携帯電話の電池などでもおなじみの、こちらのリチウムイオンバッテリー、すごくですね、充電効率が良くって素早くたくさん電気を貯めておけるいい電池なんですけれども、いかんせんですね、価格が高いんですよね。軽自動車に使うには、結構勇気がいることなんですけれども、これを低燃費と、そしてユーザーのことを考えて搭載してきたというのが今回のワゴン R の一番のポイントでもあるんですよ。車としてのですね、走りの性能もさすがワゴン R、 マルチワゴンの王者ですよね。ハンドリングもすごくですね、変な癖がないし、そしてなんといってもこのエンジンですね、非常にパワフルです。このメーターがですね、すごく綺麗なんですよ。走り出した時はこう青なんですけれども、こう燃費のいい運転をしていると緑になって、すごくこのエコドライブを分かりやすく教えてくれるんですね。で今信号が赤になりました。今分かりました。実はですね、このワゴン R 時速13キロ以下になるともうアイドリングストップをする、そういったモードに入るんですね。かなり手前でエンジンが止まるので、また気がつかないうちにアイドリングストップしてます。こういう状態だとですね、エアコンが送風モードになってしまって、こう生暖かい風しか、ね、出なくなってしまうんですけれども、そこをですね、一つ考えたのがエコクールなんですよ。このエアコンの機械の中に蓄冷材を仕込むことによって、その冷えたですね、蓄冷材の間を通って風が出てくるので、アイドリングストップしていても気持ちよい快適な冷たい風が出てくるんですね。先ほどですね、言ってましたエネチャージですけれども、こんな感じで、アクセルオフをするとこのメーターの左上ですね、タコメーターがあるところにこう電気を回生してますよっていうマークがつきます。これが、先ほど解説しましたこの助手席下の、バケツの下にあるリチウムイオン電池に電気を一生懸命チャージしてるんですね。そしてこの車に、ね、必要な、電気、これをある程度賄っているというわけなんです。これが燃費がいい秘密なんですね。いかがでしたでしょうか。新型ワゴン R、 エネチャージ、エコクール、そしてアイドリングストップ、どれも本当に使う人にとって優しい性能になってましたよね。毎日の頼もしい相棒になってくれそうです。